庄内駅は大阪府豊中市庄内東町一丁目にある阪急電鉄宝塚本線の駅。駅番号は HK-42。対比設備を持つ島式ホーム2面4線の地上駅である。改札は地下通路に1カ所のみ設置されている。旧来からの駅施設であるためエレベーターやそれに代わるバリアフリー施設はなく、また改札内に トイレも設置されていなかったが、バリアフリー工事の施行により、改札内の地下スペースが拡張され、改札内に多機能トイレ、男女トイレ、また改札内外に計4カ所エレベーターが設置された。ホームと地下コンコースを連絡するエレベーターの設置に伴い、下り側の階段が数メートル移設されている。内側2線が主本線、外側2線が 対比線となっているが、現行ダイヤでは昼間時に当駅での対比は行われていない。その駅が高架化されるまでは、4号線に列車が夜間留置され、翌朝梅田駅に改装されていた。2016年度のある特定日における1日の乗降人員は3万1993人である。近年の1日の利用状況推移は、下記の通り、 本通り商店街とサンパティオ法南市場、庄内駅前バス停があり、阪急バスの路線が乗り入れる。国道176号南行国道176号、北港2003年8月のダイヤ改正以前には、日中にも東駅で普通が特急を退避していた。特定日の場合1日平均の場合、阪急ステーション、阪急電鉄株式会社コミュニケーション事業部、 阪急ワールド全集4、2001年、27ページ。ISBN4 から894850516。ABC 山下ルミ子、阪急宝塚線、野瀬電鉄街と駅の一世紀彩り流車、懐かしい沿線写真で尋ねる。2013年、4から5.18から19ページ。ISBN978 から4から779117244。77 ソネサトル、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手私鉄11号阪急電鉄、1、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年10月、14から17ページ、ISBN 978から4から02から34万141から9。湘南駅構内案内図阪急電鉄 大阪府統計年間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 大阪不統計年間 ABCD 平成23年豊中市統計所大阪府統計年間 大阪府統計年間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 平成 c h o y o 능市統計所大阪府統計年間延西25年豊中市統計所大阪府統計年間平成26年豊中市統計所大阪府統計年間平成27年豊中市統計所大阪府統計年間平成28年 豊中市統計所大阪府統計年間。ありがとうございます。